優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございました。いかがですか今の気持ちは。まあ、久しぶりに優勝できたので嬉しいですね。まあ、ちょっとね数字がないモーターを手にしての戦いでしたけれども、やっぱりいい調整は最後できたんですか。まあ、最善の足だったとは思いますね。はい、ズバッとあるかもしれません、知らんけど言ってましたけど。ありましたね。ちょっと優勝戦振り返りますと、コンマ18ぐらいのスタート、はい、もうちょっと風がよく分からなかったので慎重にそこだけ行きました。今節はまくり差しに入ってもこう突き抜けるまではっていう感じだったんですけども、最後の最後いいところで。そうですね、他の人の船もちょっと流れたのかもしれませんね、風で。はい、結果的にこのモーター船出はどんな感じでしたか、改めて具体的に。もうひたすら乗り心地がいい感じですね。はい、足自体は優勝戦の中に入るとちょっとやっぱスタートしてもちょっと置いてかれるような雰囲気はあったかもしれないですね。はい、ガマゴーリーは先ほどもお話にありましたけれども2019年の正月以来。はい、はい、そうですね。はい、これも次ガマゴーリー来るときはもうチャレンジカップなんでね、頑張りたいと思います。はい、その時はもっといいモーターを。そうですね。はい、ちなみにここまでの勝ちガマでですね、岩崎芳美選手と、見てないですよね。なんかちらっと見ましたよ。はい、その関係性についてはここで言っておくことはないですか。そうですね、まあシークレットなんで。はい、では、この後も G1 の戦いが続いて11月にこのガマゴーリーでね大舞台が待っていますので、最後にファンの皆さんに一言メッセージをいただきたいと思います。今節なんとか勝てました。次のチャレンジカップも応援よろしくお願いします。あと勝ち側のチャンネル登録よろしくお願いします。見事なまくり差しで勝利となりました柳沢はじめ選手にお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございました。それではトロフィーの授与です。ありがとうございました。